コミニカシオネス宮殿を背景にしたシベーレス広場とシベーレスの噴水シベーレス広場はスペイン、マドリード中心部にある円形の広場。広場の東西をアルカラ通りが北はレコレートス通り、南はプラド通りが交差する。この広場はマドリードを象徴する場所の一つであり、セントロ地区、レティーロ地区、サラマンカ地区が接している。広場の中央には 1782年に作られたベントゥーラ・ロドリゲスのシベーレスの噴水がある。広場の四方には18世紀後期から20世紀初頭にかけ建てられた著名な建築がある。広場の北西にあるブエナビスタ宮殿は1777年建設で最も古く現在はスペイン陸軍司令部が置かれている。北東にはリナーレス宮殿、南東には コムニカシオネス宮殿、南西には、スペイン銀行本店がある。1880年のシベーレス広場シベーレスの、噴水シベーレス広場と、アルカラ通りスペイン銀行本店、ディナーレス宮殿最初は、マドリード広場と単に呼ばれていた。シベーレス広場の名は、広場中央にあるシベーレスの噴水にちなみ名付けられた。シベーレスとは、ギリシャ神話の女神、キュベレのスペイン語名である。 1900年にマドリード市は広場をカステラル広場と改名したがすぐに元の名前に戻された。現在のシベイレス広場をルネサンス期に占めていたのはマドリードの町から修道院や宮殿を隔てておくための緑地であった。この緑地はレコレートス草原とヘルニモス草原、アトーチャ草原からなっていた。この場所の初めての刷新は1570年に フェリペ3世の命令で始まった。カルロス3世時代の18世紀には新たな開発が着工した。プラド通りがベントゥーラ・ロドリゲスとホセデール・エルモシーリアの設計で作られた。この時にマドリード東部に広大な庭園と装飾的な噴水が科学文化普及のため異なる場所に並べられることになった。この計画構想の結果、1782年に ブエナビスタ宮殿の隣にシベーレスの噴水が、レコレートス通りに面して、ネプトノの噴水が作られた。1895年、アルカラ通りが交差する場所に彫刻の再設置が決められた。どの通りからも合流できる交差点が、噴水の周囲に作られ、広場へ入る乗り物のロータイ。正式に記録の残る4年前から、スペイン銀行は業務を行っていた。20世紀初頭、 23年に及ぶ作業で東側の境界にリナーレス宮殿が作られ1917年には当時の高層ビルであるマドリード中央郵便局庁舎が完成したマドリードの都市開発でシベーレス広場はアルカラ通りとプラド通りという主要な通りに挟まれた市街の中枢、交通の要所となった歴史的社会的な事件の舞台となり特にレアルマドリードのファンが チームの勝利を祝って、シベーレスの噴水に集まる。1777年から1782年に、かけ、建築家ベントゥーラ・ロドリゲスによって設計された。彫刻は、フランシスコ・グティエレスによる、モンテス・クラロス産の青大理石を材料に、農業と豊作を司るギリシャ神話の大地母神、キュベレが、ライオンの引く二頭立馬車に乗る姿を描いている。 1777年、アルバ公爵家の邸宅として建てられた。1802年23代、アルバ公爵プジンカイエタナが死ぬと、最小マヌエルデイゴドイのものとなるが、彼が没落すると、王家の所有となった。フェルナンド7世時代から、スペイン陸軍へ貸し出された。1939年に修繕が行われている。アルフォンソ12世一出席の始行式から9年後に、完成。 20世紀中に3度の拡張工事が行われ、2006年にはラファエル・モネオ設計の拡張工事が終了した。これらすべての工事は建物原型の設計を尊重している。1877年、リナーレス公爵マッテオ・ムルガが建築家カルロス・コルビに命じて建設が始まり、1900年に3064平方メートルの建物として完成した。 公爵の死後子孫が継承したが、スペイン内戦で荒らされ、そのまま打ち捨てられた。その後所有者は次々と変わるものの、1976年にスペイン歴史遺産に登録された。1992年より、傘でアメリカがオープンした。スペイン郵政省の要望で建築家、アントニオ・パラシオスが、設計、1917年完成、2007年まで、 マドリード中央郵便局が置かれ、郵便、電信、通信の業務が行われていたが、回収が行われた後、マドリード市の所有となった。ありがとうございます。